今週18日日曜日、雪の中で撮影された映像です。映っている動物たち、これタヌキの姿です。その数なんとおよそ30匹。一体なぜ？車の前を横切る1匹のタヌキ、よく見ると画面右側にもう1匹、さらに左にカメラを向けるとそこにはたくさんのタヌキがいました。今週18日日曜日に新居浜市別子山地区で撮影された映像です。道路に出てきても車に動じる様子もなく、くつろいでいるようにも見えます。撮影した男性に話を聞きました。最初は野良猫かなと思ったんですけど、ちょっと状況を理解するのに数十秒ぐらいかかりましたね。友人と車でドライブしていたところ、突然タヌキの群れが目の前に飛び出してきたそうです。タヌキの数を数えてみると、映像で確認できたのは13匹。この男性によると、映っていないタヌキも含めるとおよそ30匹いたということです。雪が降ったので、友達と山の様子を見に行こうということで車を走らせたんですが、急に影がもさもさっとこう道路を横切ったので、何だろうと思って止まると、気づいたらタヌキに囲まれてたという状況です。最初は可愛いなとは思ったんですが、過去にも餌をもらったことがあって、それで寄ってきたのかなとは思いました。山道を走っていれば、一匹二匹は他の野生動物たちと同じように見かけることはあります。あの数は初めて見たのでびっくりしました。動物に詳しい専門家によると、タヌキは単独か家族単位で動くため、ここまでの数が一度にいるのは大変珍しいということです。